皆様こんにちは、なりわです。本日はちょっと動画を上げた時の、著作権について、ちょっと素朴な疑問がありまして、ちょっとお話ししてみたいと思うんですが、先日、昨日ですかね、私カラオケで歌ったサンガという曲をこちらの自分の YouTube のチャンネルの方に上げさせていただいたんですけども、で今日ね、その自分の動画の、ところをちょっと確認していましたらば、第三者のコンテンツが一致しましたというメッセージがありましたので、そちらちょっとクリックしてみましたらば、この動画のちょっと見ながらお話しさせていただきますね。この動画の収益は、分配されますと。で、動画には著作権で保護されたコンテンツが使用されています。で、この動画から収益受け取り、その収益を著作権者と分配します。ということになっておりまして、その下には視聴制限はなしとなっておりまして、そしてもう一つ収益の受け取りということで、広告の収益は分配します。で、申し立て人によって収益化されています。で、こちらの条件に同意する場合は何もする必要はありませんとこう書かれていたんですね。で、その後ろに詳細とありましたので、ちょっとそちらを見て確認してみたんですけど、なんかこのままでいいのでしょうかね、それとも削除した方がいいのでしょうか。もし削除してした方がいいのであれば、早急に削除したいと思うんですけど、一応これは申し立ての方によって収益は分配されて、広告を載せますと、で分配されますというふうになっておりまして、でこれに同意っていうのは、このままでいいならこのままでいいということが同意になるんでしょうかね。で、いろいろ調べてみたんですけど、その同意しますというそのチェック入れたりとか、そういったところがなかったので、このままにしといていいものかどうかちょっと私悩んでおりまして、こういったことに詳しい方がいらっしゃいましたら、コメント欄の方にコメントいただければとてもありがたいんですけど、どなたかお分かりになる方は教えていただけないでしょうか。で、多分ね、この条件に同意する場合何もする必要ありませんとありますので、納得したんならこのまましていいよというふうに捉えていいものでしょうかね。やはりこれからね、そういった前もちょっと同じ曲でアップしたんですけど、私の方で何もその YouTube の方からは言ってこなかったんですけど、自分の方であらと思ったので、著作権に侵害になるかなと思って自発的に削除したんですけども、今回はそういったところちょっと気をつけながらアップしてはみたんですが、そういったことが書いてありましたので、このままでいいのであれば、そんなに私歌は上手な方ではありませんけれど、せっかく上げた動画ですので、皆様にね、楽しんでいただければいいかな。あら探しでも何でもいいんです。していただいて、ここが甘いなとか、もうちょっとこうした方がいいなとか、ご意見ありましたらいただけたらとっても嬉しく思いますので、そのままにしてこう同意したものとしてアップしていきたいと思っているんですが、でもこれはダメと思っていらっしゃる方、どうかコメントいただければ、なんせ私もいろいろ勉強はしてるんですが、いまいちちょっと理解度が最近乏しくなっておりまして、ご意見いただけたら大変嬉しく思います。では本日は動画について、著作権について少し不安な部分がありましたので、動画でこちらでお話しさせていただきました。また何かありましたらまたご報告なりしていきたいと思います。ではどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。